火の粉会議夢の旧作語り羽岡由紀子。食べられることですが、人間はなぜだか私どもがまだ傘を開かないうちを喜んで持って行ってしまいます。そのくせ椎茸さんのような畑も作ってくれます。こんな風だと今に私どもは種をまくことができず、子孫を根絶やしにされねばなりません。人間はなぜこの理屈がわからないかと思うと残念でたまりませんと涙を流して申しますと、皆も口々にそうだそうだと同情しました。するとこの時皆の後ろからケラケラと笑うものがあります。見るとそれはハエトリタケ、ベニタケ、ゾウリタケ、バフンタケ、キツネのひともし、キツネの茶袋などという毒キノコの連中でした。その大勢の毒キノコの中でも、一番大きいハエトリタケは、大勢の真ん中に立ち上がって、お前たちはみんなバカだ！世の中の役に立つからそんなに取られてしまうのだ！役にさえ立たなければいじめられはしないのだ！自分の仲間だけ繁盛すればいいではないか。俺たちを見ろ。役に立つどころでなく世間の毒になるのだ。ハエでも何でも片っ端から殺してしまう。偉いキノコは人間さえも毎年毎年殺しているくらいだ。だから少しも世の中のご厄介にならずに繁盛していくのだ。お前たちも早く人間の毒になるように勉強しろ。これを聞いた他の連中は皆理屈に負けて、なるほど、毒にさえなれば怖いことはないと思うものさえありました。そのうちに夜が明けて、火の粉狩りの人が来たようですから、皆は本当に毒キノコの言う通り、毒があるがよいかないがよいか試験してみることにして分かりました。キノコ狩りに来たのはどこかのお父さんとお母さんと
お姉さんと坊ちゃんでしたが、ここへ来るとみんな大喜びで。もはやこんなにキノコはあるまいと思っていたが、いろいろのキノコがずいぶんたくさんある。あれ、お前のようにむやみにとってはダメよ。壊さないように大切に取らなくては。小さなキノコは残しておいきよ、かわいそうだから。いや、あそこにも、ほらここにも、と大変なお騒ぎです。そのうちにお父さんは気がついて。おい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 、みんな気をつけろ。ここに毒キノコが固まって生えているぞ。よく覚えておけ。こんなのはみんな毒キノコだ。取って食べたら死んでしまうぞ。とおっしゃいました。キノコどもは、なるほど、毒キノコは偉いものだと思いました。毒キノコも、それ見ろと威張っておりました。ところが、あらかたキノコを取ってしまってお父さんが、さあ行こうと言われますと、姉さんと坊ちゃんが立ち止まって、まあ、毒キノコはみんな憎らしい格好をしていることね。うん、僕が成敗してやろう。といううちに、片っ端から毒キノコどもは、